吉野ちゃん、こんばんは。こんばんは。あれ、マリカさんどうしたの？明日は結婚式なのに。そうか、なるほど。わかった。緊張してて眠れないんだ。私も食べ歩きの前日は緊張して眠れない。ドキドキワクワク。ん？おや、何か違う気がする。吉野ちゃん、私振られちゃった。振られた？雨に降られた？そうだね。雨がいっぱい降ってくるんだったらよかったのに。あのね、誠、私と別れるんだってさ。というか、もう別れたんだって。ん？誠さんはマリカさんの婚約者というか新郎。別れる？別れた？意味がわからない。私もよくわからないの。わからないんだけど、明日来てくれるはずの人たちに連絡しないと式もキャンセルになるって。どうしよう、本当にどうしよう。一体何が起きてるんです？今日は彼と一緒にホテルで過ごす予定だったんだけど来なくて、変な LINE が来た後電話でも話したんだけど。どうして、どうして、どうして、どうして。マリカと誠の LINE。 誠、まだ来ないの？ディナーの予約時間とっくに過ぎてるよ。とりあえず飲み物だけ先にいただいてるね。はい、ここで報告です。え、何何何かサプライズのために遅れてるとか？んなわけねえだろ。え、俺、お前とは結婚しません。ウェイ。ちょっと誠、どっかでお酒でも飲んでるの？変なこと言わないでよ。いやいや、俺シラフだから。てかさ、マリカ今何歳よ？37歳だけど。あのさ、37で本当に結婚できると思ってたの？37って言ったらもう高齢出産だろ。てか早い人だともう孫がいる年齢じゃんか。今さら何が言いたいの？だから俺はちょっと夢を見させてやったわけ。地味な事務員でつまらない女のお前でも夢が見れたんだからさ、楽しかっただろ。誠、本当に変な冗談はやめて。私たち明日結婚するんだよ。式やるんだよ。私たちの地元からも飛行機だったり新幹線で来てくれるの。会社の人もたくさん来るんだよ。変な冗談やめてよ。だってお前さ、前に俺のことバカにしただろ。バカにした？何の話？みんなの前でちゃんと領収書はもらってきてくださいって。そりゃそうでしょ。ってそれ2年くらい前の話じゃなかった？誠が領収書がないけど清算したいって言ってきて。その時俺決めたんだよ、お前に復讐してやるって。は？バカだよな。その後俺が告白したらお前断るんだもん。何様？ま、何回も告白してやったら俺のことが好きになったみたいだけど。ちょっと待ってよ。まあつまりこれが俺の復讐ってことだからさ。俺はアプリで見つけた若い女と結婚するから。この間会ったんだけど、この子可愛いんだよ。じゃあな。こんにちは。クリームチーズとマーマレードジャムを乗せてトーストをガリガリ。うまうま。吉野、27歳です。短期メインの派遣会社に登録し、あちこちを放浪中。そんな中知り合ったのがマリカさん、37歳。当時の派遣先で事務をしていた人で、食べるの大好き。当然私とは気が合いまくり、年の差なんてそんなの関係ねえと、あちこちを食べ歩きというか食べつぶれる中、動けなくなるまで。そんなマリカさんの結婚が決まり嬉しかった。本当に本当に嬉しかった。なのにどうやら粘着質な男に捕まってしまったのですね。いいでしょう、いいでしょう。この男に地獄を見せてやりますよ。極限まで辛いラーメンのようにね。決まった。翌日。いやー、やっぱり若い女と食う飯はうまいな。マッチングアプリで知り合った子なんだけどさ、20代なのに料理がうまいんだよ。お前なんかババアなのに料理下手くそだもんな。味がなくて。37歳のババアなんか結婚式前日に捨てられて当然だよ。惨めだな。みんなお前のこと笑ってるよ。かわいそうなババア。調子に乗るな。え？は？お前誰に向かってそんなことを？社長から。え？
社長、誠、仕事用に使ってるスマホ全然見てないでしょ。上司たちや社長からも連絡がいってるよ。お前のことをみんなで笑おうとかそういうことか。なんでこんな男だって見抜けなかったんだろう。こんなバカな自分が嫌になる。何が言いたいんだよ。あのさ、私に復讐したつもりでいるのかもしれないけど、あの時みんなの前で領収書のこと言い出したのは誠だったよね。は？裏でこっそり言ってくれればこっそり返したよ。でもみんなの前で大きな声で清算させろって言ったよね。だからちゃんと領収書を用意してくださいって言っただけ。そんなことで恨まれてたなんて本当に恐ろしい。あのな、そういう時はいいですよって笑顔で受けるんだよ。会社のルールなんだよ。うるさい。それにね、いきなり結婚式前日にキャンセルなんてしてどうなるかわからなかったの。だからみんなお前を笑ってるだろ。誰も笑ってないよ。同情してくれてる。で、誠に対してすごく怒ってる。は？当たり前でしょ。こんなひどいことして。上司たちも社長もカンカンだよ。早く電話に出ろって言ってる。何言ってんだよ。だって俺は若い女の方がいいんだ。上司も社長も男なんだから俺の気持ちがわかるはずだ。何宇宙人みたいなこと言ってるの？おい、今イヤホンマイクで社長と話してるんだけど、なんかめちゃくちゃ怒ってる。なんでだよ。復讐のために結婚式まで予約して、それを前日にキャンセル。こんなことが許されるわけないでしょうが。よかった、あなたがバカで未練も残らないから。はぁ、どこをどう間違えたらこんな勘違いができるのやら。当然ですが、周りの人はみんなすごくお怒りです。それはそれは雷起こしレベルです。ん？この人、今まではマリカさんと同じ本社で働いていたのですが、支社の厳しい部署に飛ばされることになりました。当然だけど、慰謝料などの請求も行われています。何でも社長が腕のいい弁護士さんを紹介してくれたらしいです。社長さん、グッジョブ。さて、この支社ですが、なんと私の登録している派遣会社から何人か行っているみたいで、私も早速行ってこようと思います。吉野さん、もう無理ですよ。 なんで俺がひたすらお菓子の資料を作らないといけないんですか。しかもめちゃくちゃチェックが厳しいし。てか、なんで派遣の吉野さんが俺の資料をチェックしてるんだよ。部長の指示です。伊藤さんの資料は本当にダメダメダメオブダメ。こんな資料を先方に提出するなんて本当にダメ。はい、やり直し。もう10回もやってる。10回やっても完成形にならないのが問題。ダメ。はい、やり直し。なんだとふざけるなよ。わお、ハラスメント。これはハラスメントですか。わお、わお、イエーイ。いや、違う違うから頼む。部長には言わないでくれ。とにかく資料をしっかりやってください。ちゃんとマニュアルもあるんですから。でもこっちの方が俺はいいと思って、良かれと思って。マニュアル通りに作成することができてからですよ、そういうの。こんな意味不明わけわかめな資料を作る人が言う言葉じゃない。なんだと。わお。いや、その、ここの部署はおつぼね様方の楽園と呼ばれています。私にとっては最高の環境。なぜならみんないいタイプのおつぼね様。仕事に厳しくルールをしっかりと守り、そしておせんべいやみかんをくれる。マリカさんを傷つけたあの伊藤さんに対しても皆さんとっても厳しく接しています。素晴らしい環境、素晴らしいおせんべい、素晴らしいお惣菜。皆さんでお惣菜を持ち寄ってランチを食べる私。素晴らしい、素晴らしい天国。でも伊藤さんにとってはそうじゃない。でもみんな理不尽に怒るわけではなく、完全に伊藤さんが悪い、自業自得。私はマリカさんが大好きなのでちょっとすっきりです。マリカさんは食べるの大好き仲間の中でも本当に優しくて人気者。みんなマリカさんが大好きなんですよね。私のグルメ仲間にはギャルがいるのですが、彼女もすごく怒っていました。てか、結婚式前日にキャンセルしてタダで済むと思ってるとか、それマジで頭にクリームパン詰まってる臭くね。
よくわからないけどクリームパンは好き。美味しいから。わかる。てかマジ私太ってる時さ、てかクリームパンなんだけど、ウケる。食べたい食べたい。くさ、くさもち。いやそういう意味じゃないから。よし今日もウケるわ。マジウケなんだけど。バカウケアソート。いやそれお菓子だし。てかアソートなの。くさ。は？うん釣れた。釣れるといえばタイ、マグロ、サーモン、イカタコ、カッパ巻き。カッパ釣れるとかマジウケ。てか連想ゲームかよ。違うよヨッシー、あいつが釣れたんだよ。何のお菓子？伊藤だよ。マリカさんを傷つけた男。釣れたって？あの人カツラでもつけてたの？カツラが釣れるところを想像すると面白い。なんかさ、マッチングアプリで見つけたんだよね。てかこいつ41歳なの？よく37歳のマリカさんにババって言えたね。20代の女の子待ってまーすじゃないんだけど。スミレちゃんは20歳。それな。これやっちゃっていい案件だよね。何するの？大丈夫大丈夫。よくわからないけどモーマンタイモーマンタイ。その後、私のグルメ仲間兼ネトゲ仲間のスミレちゃんは20歳。よく謎のギャル語を話す。彼女が伊藤さんにコンタクトを取り、ステアドだけ交換。その後はネットのプレゼントシステムを使って、お菓子とかお菓子とかお菓子とかお菓子をプレゼントさせていました。ああ、あとなんか香水とかブランドバッグとか、うまいことおねだりしたらしいです。食べられないものは興味ないけど、散々買わせて最終的にはドローン。その後、伊藤さんは他の若い女性にもアタックしたのですが、おっさんキモいと言われて終了。そりゃそうだ。イケオジならぬただのジジ。無理にも程がある。多額の借金もあるし、会社も首寸前。というか、辞めるのをおばさま方がニコニコしながら待っている感じ。スミレちゃんはにっこり笑って、あたし、マジパネーと V サインを見せてくれたんです。これにはみんな大笑い。ガハハと笑い転げてお腹が空いたのでランチへ。みんなで美味しく食べ尽くしました。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。